すいません、ごめんなさーい。今なんかどうなってた？私今。大丈夫かな？こんばんは。すいません、ちょっと7分の遅刻。すいません。ちょっといろいろあって、ちょっとなんかドタバタしちゃって ごめんなさい。今日も疲れたね。ポニーテールですよ、今日は。ジェラピケです。タカさん、タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、これ取って。ありがとう。何にもしてないよ今私。ありがとうございます。わお、びっくりしてる。ありがとうございます、みんな。ありがとう。なんか星がもうわんさかわんさか溢れちゃってる。ありがとうございます。寝起きじゃないよ、これから寝るんだよ私は いやー、こんばんは。今日も可愛い。ありがとう。ありがとうねー。いや、だるまさんこが転んだもん。ありがとうございます。はい。ということで、一つ皆様にお知らせがございます。序盤なんですけど、お知らせ。髪の毛染めました はい。髪の毛をね、染めたんですよ。で、まあなんで染めたかっていうことなんだけど、まあ気合を入れたっていうのもそうなんですけど、一つは、まあ一つしかないんですけど、明るかったんですね、だいぶ。茶色っぽい感じで、まあ過去はちょっとピンクぽい、ショールームじゃない、ショールームって見たから今ショールームって言っちゃった。ピンクっぽい茶色に一回して、その後にラインキューブかな、その後ラインキューブでちょっと赤茶にしたんですよ。で、その後ピンクをもっと足してほしいって言って、ピンクの茶色にしたんですけど、ちょっと明るすぎちゃったんですよね。どんどん茶色に染めてたから、その分茶色の明るさが上がっていっちゃって、多分12ぐらいいってたんですよ、トーン的に言ったら。私ブリーチしてないんだよ。ブリーチしてないのに茶色を重ねまくったら12までいっちゃって、それで、あ、これちょっと一回落ち着いてもいいんじゃないって思って、自分的にはちょっと緑が入った感じにしようかなって思ったんですよ。そうで、オリーブベージュとかいいなって思ったんだけど、この間美容院行った時どうしようかなって言ったら、ちょっとラベンダーっぽい感じじゃないって言われたんですよ。で、これちょっと画面上マジで黒にしか見えないと思うんですけど、なんか美容師さん曰くラベンダーなんですこれは。だけど私の目にはブルーに見えてるんですね。でもはやどれが正解かわからないんですけど、まあ、黒ではないっていう感じかな。で、もともと私色素結構薄い系で、ちょっと茶色がかった黒だったんだけど、これはもうほんと黒っぽいから、史上最強の黒、なんていうの、自分史上一番黒いと思うんですよ今。そういう感じ。あとは茶色にしてた時よりちょっと透明感が出てて、髪の毛が綺麗に見えるって感じかな。これも多分色落ちしてったらちょっとまあブラウンが見えてくると思うんだけど、でも前の茶色よりは多分暗めの茶色に色落ちしてくると思うから、なんか自分でもこんな黒いの初めてで、ちょっとまだ見慣れないんだよね。
でも眉毛がマジでなく、あ、ちょっともう、ちょっと恥ずかしい眉毛、私ね、ちょっとこの辺は眉毛ないんだけど、剃ったこととかなくて、整えてないんだけど、なんか、まあ、髪の毛黒いからこれで眉毛もいいかなみたいな気持ちになっちゃってるとこではあるよね。そんな感じですよ。そう、いや自分でもまだね、まだ慣れない。なんかいつもと顔もなんか違って見えてくる。あ、顔違うなって思うけど、でも髪色がね、多分慣れてくれば多分いい感じになってくるのかな。そんな感じで、これをね、その染めたばっかの時っていうか染めたての日に自撮りしてミピに送ったんですよ。髪をちょっと黒くしたんだって。したらさっき返事返ってきて、よきよきハート保存したって来て、いや保存まではしなくていいけどみたいな感じで、なんかいいって言ってくれてよかった。そんな感じですね。ありがとうございます。そうそう、よきよきって言ってた。うわー、なんか目がね、ちょっとぼやけるわ。うん、多分元気だと思いますよ。マジで早く会いたいっていうふうに連絡して、まあ4月会えたらいいかなって感じかな。まあ3月会いたかったけども、なんだかんだ忙しくて会えなかったし、まあこれから先の3月も忙しくて今会えないので、4月かなって感じかな。うん、あとは何かあったかな。最近はなんかあったかしらね。今日はレッスンじゃなかったです。今日はマジで久しぶりのあれでした。お休みで、マネージャーさんたちもお休みだったと思うから、久しぶりに休んだけど、マネージャーさんから電話が来た 休みじゃなーいみたいな。いや、今日はちょっとね、出かけてましたね。いやー、こちらこそありがとう。あの頃見てないですね。映画なんか本当にもう映画も行く暇ないぐらい忙しい 本当にね、映画ね、見たいのいっぱい。素晴らしき世界かな。役所広司さんの映画、あれマジで見たくて。だけど時間なくて結局行けてなくて、 DVD 出たら絶対見ようって思うんですけど、松安さんこんばんは。そう、素晴らしき世界見たいよね。あれ役所広司さん、もう本当にさ、あれ絶対、私ああいう、なんて言うんだろう、映画とかドラマとかめちゃめちゃ興味あるから、うん、マジ？いつも言いました。え、本当？目でかいかな
全然いつもと同じなんだけど。初見です。のっぴーさん、ありがとうございます。エヴァンゲリオン見たことないですね。リップの色いいね。ありがとうございます ありがとうございます。リップは今日は重ね塗りですね。花束も見てない。なんか空とモアちゃん、多分別々出たけど見に行ったって言ってた。最後に映画館行ったのいつですか？いつだろう、全然覚えて、8月ぐらいかな な、あれかも。工藤さんの映画見た時かもしれない。ノブコテラさんかな、それが最後かも。うん、そっから行けてない、なんだかんだね。うん、ボイトレの動画良かった。いや、ありがとうございました。昨日ね、ツイッターの方に動画あげたんですけど、あんな感じでボイトレしてるんですよ。なんかさ、ボイトレってあんま見る機会ないからいいよね。私もさ、すごいメイキングとかそういうのめっちゃ好きな人だから、なんかレッスンとかボイトレとかの動画めちゃめちゃ好き。ボイトレ、いや面白いよ 低い声攻めるの意外。なんかあの時のボイトレの先生は男性の先生で、めっちゃ最初低い声から出すんですよ。でなんかその低い声が私過去の記録を更新したっていう動画です、あれは レフラットだっけ、レシャープだったっけ、いけんじゃないとか言って めちゃめちゃさ なんかいけいけみたいな感じで出しちゃったっていう。そう、でもなんか自粛明けの時のボイトレもなんか結構低いところ出るようになってんじゃんみたいな感じで言われたけど、それよりなんか出てたっぽくて、しゃあ私低い方が得意なんですよ、高い声より。だから本当はもっと高いね声出したいんだけどね、高い音出せるようになりたいけど。ぜひ昨日の動画見てください。そうです。あの先生が春雪ですね。太田春雪先生です。めちゃめちゃ面白いよ。なんか北海道、この間ツアーの北海道の時、なんか先生たち当日入りで朝めっちゃ早かったんだよね多分。で現場来て、ですぐストレッチとボイトレになったんだけど、そのボイトレの時に「はい、ボイストレーナーの太田春雪です」とか言って、なんか知ってるよみたいな 急にどうしたみたいな感じになって すごい面白かった そういう人なんですよ、面白い。くまさんもありがとうございます。ひろまるさんありがとう。くま、ありがとう。そう、今回の福岡もね、当日入り、当日入りで来てくれるので、
いや、福岡も楽しみですね。いや、トウモロコシの天ぷら食べたいよね。軽めのアウターくらいだ。え、本当に27日？でも私一応トレンチコートを着ていこうと思って、3日間とも大丈夫かな、それで。福岡では何を食べるの？え、わかんないですね、まだ。楽しみ、本当に。大丈夫？おお、よかった。じゃあトレンチコートでいきます。いや、明太子も食べたいよね。ワクワクです、本当に。なんかどうしよう、今楽しみすぎてなんかドキドキしてきた。 なんかすごい急に緊張してくるっていうね。もつ鍋私食べれないんですよ、もつがね苦手で。花粉はあんまり今なんか大丈夫そうですね。こんばんは。水炊きいいね。水炊きはね、食べれますよ。私鶏肉大好きだから。気合い入れすぎないでね。頑張れます。そう、ラーメンもね苦手。そうなんです。普段何食べてん？いや、いろんなもん食べてるよ。 本当にね、食べてますから、いっぱい食べてる。ご覧の通り。福岡うどんなの？うどん食べたいな、うどんは。そうなんですよ、ラーメン苦手なんですよね。桜も楽しみ。いや、本当に桜も楽しみ。多分今ちょうどいい時期じゃない？結構こっちの方も結構咲いてきてるよね。ごまサバ？ごまのサバってこと？初めて聞きました。サバのごまか。 絶対違うじゃん。ああ、そうだよね、どんたく、そうだよね。いや、ももクロどんたく懐かしい。それ以外、楽しみですね、本当に。いろんなもん食べたいな。かわいい、ありがとうございます。やっと。じゃあどうしますか？カラオケやろっかな。なんか自分で言っときながらも、やっぱさ、カラオケってないなんかちょっと恥ずかしくなってくるんだよな。 なんか恥ずかしいよね。しかもさ、本当の声っていうか、めっちゃ大きい声で歌えないか
じゃあどうする、何の曲にしようかな。なんかさ、いつもね悩んじゃうじゃん、結構選曲に。だから今日はちょっと決めてから探し行こうかなって思ってる。どうするじゃん。男性の曲？どうする？男性の曲？あ、立ち上がる歌うじゃん。めっちゃ高いんだけどね、立ち上がる。ってね、高い曲なんですけど、じゃあちょっと一回探しに行ってきます。ちょっと待って、なんだこれは。あ、びっくりした。ちょっと待ってね。あ、履歴がやっぱ残ってるのね。じゃあ立ち上がり行ってみるわ。あってくれー。なかったです。立ち上がるないですね。入ってなかったです。申し訳ない。ないわ。これはね、申し訳ない。立ち上がるなかった。スマイレージだったらなんだろうな。限られて、いやそうなんだよね、ショールームのね買う機能はね。ん、ちょっと待って、アンジュルムだったらいけるかな。こんばんは。つかちゃん、なんか祝いのクマありがとうございます。祝いのクマ2個ありがとうございます。ありがとう。祝いのクマありがとう。ありがとうね。立ち、あ、そう、カタカナでね、立ち上がるって入れたんだけど、出てこなかった。ね、いや、ゴーガール恋のビクトリーはこの間歌っちゃってんだよ。ね、どうする？そうなんだよね。いや、ごめんな、なんかすごいごめんな、なんかごめんね、なんかさ、ごめん、エモいやつ頼むで。 じゃあこの歌探してみようかな。この歌、ももクロさんのね、この歌あったで。あれだね、わけもなくため息だよね。こぼれるとき、ねえねえ、ちょっとね。じゃあみんなちょっとコールしてね、ちゃんと。しっかりコールを頼むよ。私一人でなんかすごいカラオケ楽しんでやってる感じになっちゃうから、しっかりコールをお願いしますね。あ、私がこれ再生するんだが。いや、あやめじゃなくて、そのももクロさんのメンバーがいいかな。多分みんなハテナでね、なんでって思ってね。あ、そうか、笑顔が一番、レニちゃんとかっていうのがあるんだよね。そっかそっか、そうだよね。だからちょっとメンバー、既存のメンバーさんの方が多分
いいかな。と、わかんないんで、なんかちょっと適当に、盛り上がってもらっていいですか。じゃあ行ってみるね。いやー、すいません、ほんと。いや、こっちは楽しいけど大丈夫？楽しんでる？楽しいですかね、これ。一体全体大丈夫そうですか？いやー、ラップがね、難しいですね。そして高いですね、この曲はね。うん、よかったよかった、楽しいならよかったわ。
こんな感じの歌ですけど、楽しんでいただけてるなら嬉しいです。気分が明るくなりました。よかったです。どうしますか？じゃあ次は 何いきますか？いや、ミラーボードとかマジでみんなありがとうございます。ギフトとかたくさんね、ありがとう。フリーコピー余裕でしたわって平井美桜ちゃん好き好きボートさんが言ってますよ。 いやー、面白いですね、その名前とのギャップが。芝だよね、本当に。男性の歌も聞いてみたい。ちょっと男性の歌って何だ？何ですか？いや、ウィングス多分入ってないですよね。いや、鼻の匂いさ、ここで歌って、なんかシーンってなっちゃわない？鼻の匂い。ミスチルさんのさ、いや、めちゃめちゃ好きだし、めちゃめちゃ聴いてるんだけど。誰かの桜を。 誰の桜？最近聴いてる曲って言ったら本当に鼻の匂いなんだよね。 なんだかの桜。遊びに来てるつむさん、ありがとうございます。誰かの卒業。みきりんさん、こんばんは。鼻の匂いって、待って、でも聞いてるって言ったけど、私今出だしどんなのかちょっと思い出せてないんだけど、どんな感じだったっけ？誰かの猫。ちょっと待ってね。検索かけてみるわ。あるっちゃあるんだ。届けたい、届けたいか。絶対低いよね。キー上げたりしてみる？わかんないけど。この胸に溢れてるだよね。おお、デレリリリリリだね。ちょっとじゃあ、ちょっと失敗したら、今キー2個上げたんだけど、ちょっと失敗したら止めるね、じゃあ。最初どんなのか、ちょっと。ちょっと待って待って待って。キーが分からないんだけど。ちょっと待って。それか、ちょっと待って、元キーで行ってみる。ってのはどう？どう思う？だってキーが分かんなかったんだもん。元気に言ってみる。届けたい、届けたいね。オッケー。オッケー。めっちゃ低いと思うんだけど。これ途中でプラス2とかできなくない？多分。じゃあちょっと行ってみるわ。めっちゃあまりにも低すぎたらちょっと止めるから。届けたい。届けたい。
てめっちゃ低くない？低いよね歌じゃなくなってるよねこれ。いや笑うよねこれいや面白いんだけど、いやどうしたらいいのこれ。いや頑張りてんだけど、いや重かったっすよね本当に。ささやき、ささやきだったよね今。四つ上げとかだったらちょうどいいのかな。でもさ、そのさ初めのさじゃーんみたいなのがさめちゃめちゃ少ししかなくてさ、むずいよね振動やばかったちょっと選曲変えよう。ちょっとすいません、ちょっといい歌なんで、私もめちゃめちゃ好き、これだけは言わせて、めちゃめちゃ好きだから、めちゃめちゃ好きってことだけは知っといて。じゃあアカペラでいくわ。花の匂いに導かれて、テレレ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 。なかったわ。ね、最近聴いてる曲といえば、あ、ムーンライナイトとか行く？じゃあ、いやうっせぇわとか、私ごめんなさい本当あんまりわかんないですよね、ごめんなさい本当に。ムーンライトない、あ、マンパワーはあるわ。やっぱめちゃめちゃ曲あるな。待ってね、あ、ないかも。じゃあローマンでいい？もうこっちで勝手に決めちゃってんでしょ。もいいけどさ、なかったよな。ムーンライナイト、ムーンライナイトとかなかったから、ちょっとマイディアボーイでいくわ。ちょっと最初のなんか英語のセリフみたいなやつはちょっとごめんなさいだけど、行ってみるねじゃあ。叶わないからいい Don't cry そこから始まる Let go, let go, let go Don't cry あなたが弱っても私が守るわ Don't cry 平気よ平気 Let go, let go 地球が微熱らしい正義を掲げなきゃある最高を Let's have that now 最高を Let's have that now。
泣かない女の子、強く生きてゆくの、どんくらい愛なら負けない、レドレドレド、どんくらい時間が過ぎたって私は待ってるわ、こんくらい平気よ本気、レドレド、未来に助け渡す正義に迷いはない、マイディアポイント、全てはあなたが放つイメージで決まるよ、 Hey my boy、 平和という無限の情熱がある、最高 Let's have a dance now、 最高イメージって決まるよ、 Hey my boy、 平和という無限の情熱がある、最高 Let's have a dance now、 最高 Let's have a party、 めっちゃいい曲なんですよこれ、本当に本人の声で聴いてほしいっていうレベルでいい曲。いやーいいですね、本当に最高。これモーニング娘さんの曲です。吉郎さんこんばんは、はじめまして、ありがとうございます。はじめまして、いつの間にか1400人いってた、ありがとうございます。どうしようかな、じゃあ次はミラーボールもありがとうございます。何がいいかな、16ビート感じた、本当に立ち上がらなかったんですよ、初めてあやめちゃんのチョルビート、ありがとうございます。お持ち押しのももこさん、ありがとうございます、フォローしました、ありがとう。どうしようかな、ももクロちゃん、ももクロちゃんゴーンゴーンいって、私前ゴーン歌ったよね、歌ってないっけ、ゴーン歌った気がするんだけど、歌ったすぐ覚えてないわ、歌ってないっけ、いや歌ったよね多分ね、だよね歌ったよね、でもももクロちゃんいいな、何がいいかな、じゃあデコレーションめっちゃ高いやんけ、まあ、堂々平和宣言めっちゃ懐かしい、こんな不器用な私を見せてる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 て、あーそっか、
なるほどね。君と世界さ、なかったんだよ。そう、なかったんだよ。私、君と世界めちゃめちゃ好きでさ、こっちにあるのかな。あった、君と世界。これやっていい？君と世界やっていい？ももクロさんの君と世界あったよ。みんな。いい？この歌めっちゃ好きなんだよね、私本当に。マジめっちゃ好きだから。とか言って途中から歌えなかったらどうしよう。それも心配だが、行ってみよう。私の中覗いてみて、インストボールクリックして、私の中泳いでみて、インストボールクリックして、目と目が合うとついついそれしちゃうのよ。会話もつまらないやつねと、気のないセリフよ、気安く触らないでよ。照れ隠しだよ本音は、悪い気してないの。君もそうでしょ、知ってるよ。天の弱な昨日までの自分にグッバイ。素直に言えないんだ、それでもね、いつでもね、君と生きたよ。もし世界が、この世界が知らない、誰かの私欲でも、この気持ちが、この気持ちが知らない、誰かの記憶でも、出会えたからそう思えていてほしいよ。君となら世界変えられるの、二人じゃなきゃ。Yes! 私の覗いてみて、インストボールクリックして、ドキドキ見せる寂しい横顔を見ると切ない、君を悲しませる全てのものから、守ってあげる本当よ。よそ見するとは嫌いよ、恋せよ乙女なら、パワー炸裂ぶち切り。不安にさせないで、私だけ見ていて、言えたんだ楽なのにね、それなのにいつだって君は来るだろう。もし世界が、この世界が終わりを迎える日が来ても、もしかしたらこの私が救世主になれたとしても、忘れないでほしいの。君だから世界変えられるの、必然なの。そのままの君が素敵さ、瞳の中にある炎よ、変わる息吹。この世界が全てを敵にしたとしても、私だけを、私だけを心の目で見つめていてね。もう泣かない、そばにいてくれるでしょう。君としか世界変えれないの。
曲だな、めっちゃ。いや普通に懐かしい気持ちなんだ。なんかめちゃめちゃ前の女祭りとかなんかそういうの思い出すないやちょっとね声真似もしてみたんですけどどうでしたか、伝わってますいやももクロさん楽しいな、暑いわいやいい曲だよマジで。どういう歌だっけ、いやそれな、ほんとそれなって感じ。うわー待って、気分はスーパーガールとかめっちゃいいやん。てか私この前やったっけ、わロストチャイルドも大好き。私この前やったっけ、気分はスーパーガールなんか歌った記憶もあるんだけども、でもロストチャイルドはないね。私は私の中の私に今すぐ会いたい、キャラ記憶ない、気分はスーパーガールじゃあ歌ってないんだあコントラもいいよね。じゃあちょっと気分はスーパーガール行ってみる、ちょっと私これちょっとあれだけど覚えてるかちょっとわかんないけど行ってみますか。じゃあももクロさんの気分はスーパーガール行ってみよう。夢中気分はハイフライ
ける怖いものなんて跳ね返す気分はスーパーカーウォーイエーイ。だけど心なんて遠くに決まってる、いつも私なりにマジで直感を信じてゆく点とたな I'm a super girl。 見上げた石でしょ思い込みが肝心 Today 気分はスーパーガール。確かなものなんてない、たった今いやー素晴らしい。私が今想像してたのは武道館の男祭りです。あの大きい筆で習字するときに着る服みたいなの着てるやつなんかの曲でね、チャインマックスだったかな、でね転んじゃうんですよ、その時のやつ。そうだってさ、ビリーブってさ歌ったっけ、このももクロさんのビリーブ。なんか今この時のさ映像思い出してさ、ビリーブ歌いたくなっちゃった。歌ってないかなまだ。ちょっとビリーブだけ最後言っていい？ビリーブね、これね深い思い出、これは今度ももクロさんと共演した時にお話しするわじゃあももクロさんのビリーブいきましょう。ちょっとその前に水分補給しとくわ。ビリーブいいよね、しおりんが落ちサビの歌詞忘れちゃうのもいいよね俺の夫人の時ね、しおりん歌詞飛ばしちゃったんだよ。あ、しおりんちゃん見て、ま、家の感じで喋ってくわ。思わず触れた肩先、君は何も言わずに冷たく振りほどく、この些細な誤解から幼い愛は崩れてく。そんな悲しい顔は見たくない。夢さえなくしてもその微笑みだけ捨てないで、この胸抱えていて、いつか誓う僕らこの手で気づく未来は、未来はこの場所で君が
どこにいたってだけど今は二人切なくそらした瞳出会えることを信じて Hey yo Boys and girls と偶然なんて全て必然この星選んで生まれたからには命の思いを燃やし続ける We can do it 全然巡るこの目のあるぐるあふれる情熱だけないやもん焦がしたとついてもらうの流れた星空いくつも光流れてた思い出はまだ消えたりはしない耳を澄ましてなら口笛で吹いたの歌のフレーズ聞こえ始めるそして空の向こうを心が描く明日はもう一度あの場所で君の隣にいようきっと僕ら二人これから駆け抜けてゆく君に意味があるのなら日々こそ体中でジャンプこれ夢の大気でドライオーライオーライオーライパッションさあなめるからさ叫べ君のストーリーヒロインは一人流れる涙が僕を強くする魂揺さぶるビートを刻もうしかう僕らこの手で気づく未来は必ずこの場所で君がどこにいたってそして空の向こうを心が描く明日は明日はあの場所で君の君の理由をだけど今は二人切なくそらした待って一個ちょっと失敗したとこあったわしおりんの落ちサビみんなで歌うやつじゃなかったねえいつか違う僕ら歌ってこれだったよね絶対うわごめんね一緒に歌いたかったよねいやすいませんね本当にいやちょっとすごい下手だったよねこのビデオごめんなさい個人的にはすごい楽しかったんですけどうわ失敗しましたいやありがとうございます皆さんこれまだあと1分半ぐらいこのミラーボール多分い続けるのではいはるかちゃん岩井熊ありがとうございますありがとうやー歌ったね本当に楽しかったなんかもうちょっとハロも歌いたかったなっていう気持ちなんだけどあと私あれだギンガムチェックもね歌いたいと思ってたんだけどさギンガムチェックは2番がちょっとね分かんないんだよねそう AKB そう歌いたかったんだよねそうですねちょっと2番練習 MV めちゃめちゃ見て練習しますねAKB さんも高いからな声がお
ありがとうございました、ミラーボールの皆さん。やっと今だったな、本当に。キキマスさん、初見です。ありがとうございます。もう終わっちゃうんですけど、ありがとうございます。いや、夕日見てるかいいよね。楽しかったって言ってもらってよかったですよ、本当に。なんか今日はももクロさん縛りみたいになっちゃったけど。かわせばあゆえとか予習めっちゃむそう。いやでも私って本当に知った曲が少ないっていうか、あの好きな方の曲でも限られてるんですよ、知ってる曲が。一個の曲にハマるとそれしか聴かないんで、多分私があこの曲最近好きなんだよねみたいな感じで言ってるのを全部チェックしてもらえてれば多分楽しんでもらえると思う。いや今年こそはね本当に整体やりたいんですよ、本当に。もうセットリストめちゃめちゃ今もうねすごいなんか毎日見ちゃうぐらい考えてるから、本当。いや本当にね、もしあったら来てほしいです。もうハロの曲もめちゃめちゃありますし、ももクロさんもやりますし、もう本当にやりたいです。ギンガムチェック恋の、そうだね、コール、そうだよね、コールね。いやありがとうございます。いや多分今回土下座の曲はないですね、もう去年やって、去年じゃないよあれも、一昨年ぐらいやってるから、もう多分ロマもやんないですけど、すいません、ロマもは多分やんないですね。はい、ということでね、私なんで今日配信したかというと、福岡に来てほしかったからなんですよ。もう3月23 7日に私たち ZEP のツアーをしてまして、全国 ZEP をツアーをしてるんですけど、3月の27日に福岡公演があります。でこちら私がメインの公演というか、私がちょっとまあセットリストとかもまあちょいちょいですけど決めさせてもらったりとか、あと私のメインになってる新曲もそこで初披露なので、本当にぜひ来てください、よろしくお願いしますとしかもう本当に言えないんですけど、めちゃめちゃ頑張って練習とかもメンバー全員ですけどしてますし、はい、絶対絶対絶対楽しいライブになりますので、福岡もぜひてください。もう今ねこの配信でもうちょっとでもちょっとでも気になってくれた方いたらもうほんと、で会場限定の今回マスクを物販で発売してるんですけど、その公演ごとにマスク売ってるマスクが違くて、福岡限定で私のマスクが売ってるんですよ。で今回私は黒地に川さんやめって白の文字が入ってるマスクにしたので、ぜひそれもね買ってほしいですし、本当に来てほしい、本当お願いしますって感じですね。もう自分もすごい楽しみ。2月の23日に本当は初日で福岡行く予定だったんですけども延期になってしまって、やっとできる ZEP 福岡ということで、3月の27日土曜日です、もう明後日、もうねギリギリとかいると思うんですけども、一部二部ありますのでどちらかでも来ていただけたら嬉しいです、本当にお願いします。はいそんな感じかな。あとは
毎日ねツイッターの方で福岡公演までカウントダウンの動画を今上げてて、実はあれ空が編集してやってくれてるんですけど、今日の動画ももう出来上がってて見たんですけど、めちゃめちゃ面白いのでぜひ見てほしいですし、そちら見た方はもう拡散リツイートをねぜひしてもらいたいですね。はい、うっか福岡行くらしいよみたいな感じでツイートしてもらえるだけでも全然違うと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じですかね。本当にみんな本当にでもみんな全員ね楽しみにしてるんですよ今回の福岡の公演は。本当楽しみだし、まあ、ご飯も楽しみだし、ぜひよろしくお願いします。ということで私のこの黒髪っていうか暗めの髪の毛も見に来てください。ぜひとも待ってますので、それではねまたカラオケ配信やりますから、やりますからやりますから、その時をまた見てくださいね。こんばんは、すいませんもう終わっちゃうんですけど、こんばんは、ありがとうございます。2400人ありがとうございます。じゃあ最後ランキングだけ読みましょう。13位独中さん、ありがとうございます。12位リンさん、ありがとうございます。11位ジェイ君アットアイシュさん、ありがとうございます。10位サッサさん、ありがとうございます。第9位ノブさん、ありがとうございます。第8位シワジマンジオンジさん、ありがとうございます。第7位ゲンシェルさん、ありがとうございます。第6位モグ21さん、ありがとうございます。第5位ひろまるさん、ありがとうございます。4位はるかさん、ありがとうございます。3位バンさん、ありがとうございます。第2位たかさん、ありがとうございます。私今1位の方が今いらっしゃらないんですよね、これはどうしてだろう。1位の方に見えてる方教えてもらえますか。あの1位だけちょっと私空欄になって、あ、1位つかちゃんさん、ありがとうございます。そして皆さんたくさんのギフトやコメントありがとうございました。すごく楽しかったです。この後私インスタグラム投稿するのでぜひ見てください。つかちゃんありがとうね。それでは皆さんまたショールームではお会いしましょう。ありがとうございました。福岡行ってきます。バイバイ。待って、これどうやって終わんだっけ。カラオケをまず終わんないといけないのか。はい、じゃあ